食べ過ぎるとこでした。まあエリカはんはほんまに食べ過ぎてたけどな。私たちも楽しかったです。中見せ、かんざし、戦争時です。まあマリアの説教付きだったけど、それなりには楽しめたかな。正座などするものではないな。道、和の心とは悪も困難なものであるとは。グリヒンヌさんは正座なんてしたことなかったんですから仕方ないですよ。ねえねえ、今日もみんなで背中の流しっこしようね。僕先頭。あれ、誰かいるよ。最低だ。いつからこんなところで覗いてたんですか。大神さんがこんなことするなんて。大神はんも男やさかい気持ちはわかるけど、これ犯罪やで。不女子の入浴を覗くとこの場で成敗してくれる。グリシーヌ、そこまでしなくても。お兄ちゃんのエッチビニーだ。イチローのエッチ、いいだ。隊長がこんなことするなんて。軽蔑する。注意も注意ですわ。入っているなら入っていると言っていただきたかったですわ。まあそうだな、事故みたいなもんだし、あたいたちも不注意だったかな。カンナさん、素晴らしいです。エッチな大神さんを許すなんて聖母様のようです。それで隊長、この件についてきちんと説明してくれますね。ほら言えよ、何かあるんだろう。すまないじゃないです。グリシーヌさん、この恥知らずを教育するです。気が合うな、赤い貴族。私もそう考えていたところだ。待ちなさい、グリシーヌ。ここは厳重注意で。隊長が望んでいることだ。軍人としてこのままでは生きてはいけぬだろう。まだ大との結婚もきちんと決まってないのに。こんなことならさっさと結婚しとけばよかったかな。大神さんは私と結婚するんですよ。そうですよね、大神さん。パリでも東京でも約束してくれましたよね。言い訳は許しませんわ。この件につきましてははっきりとさせていただきます。で、どういうことですの。全員に結婚の話をしているではありませんか。心して答えよ。返答しないによっては私にも考えがある。乙女の純情をもてあそんだ罰です。やっちゃってください。よく言った。覚悟しろ。
おいおい、穏やかじゃねえな。何があったんだ？俺に話してみな。それも、大神さんが結婚するって約束をみんなにしていて。そうか、わかった。この場は俺が預かる。マリア、あとは頼んだぜ。このバカなことは俺に任せてくれ。はい、了解しました。ほら、行くぞ大神、ついてこい。昨晩、加山が正体不明の敵に襲われた。命に別状はないが、重傷には違いねえ。ああ、多分な。知られたくないことでも書いてあるんだろう。それで、銀座文書について調べてみたんだけど、いろいろと分かったわ。庶務奉行大久保長安、佐渡石見の鉱山開発に尽力し、金座銀座を築く。大久保長安、能楽師にして呪術師になり、異形の技もて金銀を取り、江戸を作るに貢献するが、民に裏切られた後に天海僧正に殺められる。ゆえに大久保長安、己が作るし江戸を呪う怨霊となれる。金色の蒸気、敵の残した能力、銀座、そして大神君たちが見た謎の能楽師。ということは、敵の正体は、ああ、そうだろうな。こいつしか考えられねえ。能楽堂で現れた謎の能楽師も長安の霊かもしれないわね。能楽師にして鉱山技術者、きっと間違いないわね。大久保長安ってやつはな、天才とまで言われた能楽師だったんだ。能ってのはこの世とあの世をつなぐ舞。長安の舞はまさにそれだった。まさしく反魂の術だ。山崎や京極も長安の術を学んだのかもな。長安は鉱山の開発においても反魂の術を使って死人を働かせていたらしいわ。反魂の術を知った江戸幕府は長安の霊力の強さを恐れ、天海に命じて暗殺させた。そして異形の技を使うからと江戸の人たちにも恐れられ、見捨てられたの。言ってみれば、自分の愛した子供たちに殺されたも同然よね。江戸は大久保長安が鉱山を開発したおかげで繁栄できたのですものね。ああ、もちろんだ。帝都には大切な奴らがいるんだからな。で、大神よ、花組の奴らに結婚を申し込んだって本当か？そうか、そこまで生きるなら仕方ねえな。だがよ、大神、あいつらの気持ちも考えてやれよ。自分のことだけ考えて余裕がないのは男としてみっともないぜ。花の命は短い。この戦いが終わったら一度考えてみな。それじゃあ話はここまでだ。今日はゆっくり寝な。おめえも疲れただろう。結婚疑惑についちゃ明日にでも俺があいつらに話してやるよ。隊長、よろしいですか？いろいろとありましたが、みんな自室に戻りました。
もう寝ていると思います。はい、そうします。ではおやすみなさい。俺もそろそろか。この前の銀座戦の時に金色の蒸気を吸い込んでいたらしい。その時にすでに乗っ取られていたのよ、大久保長安。ミカサからの砲撃始まりました。王子、日比谷、赤坂に着弾。ゲート各地で蒸気機械が暴走。魔装騎兵の残骸も再起動、破壊活動を開始。ミカサから流れ出る金色の蒸気が関東全域を覆っていきます。打つ手はないの？そうだな、こうなっちまったら仕方ねえよな。米田司令、大神、やれ、イカサを沈めろ。それではこの場は解散する。今から1時間後にミカサ撃破作戦を決行する。では解散。大神くん、花組のみんなのこと頼んだわよ。みんなミカサと戦うことで緊張しているから。全員集合したな。よし、これよりミカサ撃破作戦の説明を行う。帝国歌劇団、パリ歌劇団の花組は長芸丸にてミカサに強襲をかけます。その後外壁部を移動し環境部分を制圧、敵魔装騎兵を撃破します。みんな頼む、ミカサを止めてくれ。でも大神藩の後部はまだ修理が完了してへんで。こいつは心配いらねえ。辰巳、モニターに出してくれ。帝国歌劇団の最終決戦兵器、装備だ。装備完成してたんかいな。星エネルギーを搭乗者の霊力で制御する新型量子核機関を搭載、1000を超えるパワーを出すことに成功した新型機体だ。大神、お前はこいつに乗れ。だがな、装備は
そのパワーの強さのために一人では制御できん。二人の霊力でようやく制御が可能になる。しかもお互いの霊力が調和しなければ霊力の暴走により搭乗者の精神は破壊される。そして今後部に乗ることができるだけの霊力を持っているのはカンナ、コクリカ、スミレ、エリカ、ロベリア、以上5人だ。大神、最も信頼のできるパートナーをこの5人の中から選ぶ。お前が一生をかけて守っていきたいと思えるパートナーをな。いいぜ、付き合ってやるよ隊長。大丈夫だよ、僕が一郎を守ってあげるからさ。準備？いいんですよ、おっしゃってください。大神さん、いいですよ。私、信じてますから。仕方ないね。最後まで付き合ってやるよ。パリもね、おめえたちが平和を守れ、大神歌劇団がよ。よし、反撃の準備はできたな。状況はどうだ。はい、ミカサは砲撃を続行。地上の魔装騎兵は軍によって…いえ、ダメです。浅草、銀座で撃破した大型魔装騎兵、リタイ出現。軍が後退していきます。大型魔装騎兵の出現により金色の蒸気が広がっています。関東一帯の蒸気機械が暴走。ってこと、これでは帝都はもうすでに壊滅したも同然だわ。長休み、全てを無に返すつもりか。ミカサを取り返したとしても帝都は…隊長の言う通りだ。敵と戦う前に己に負けてどうする。うちらが力を合わせたら何でもできるはずや。今までかってそうやったやないか。そうですよね、みんながいれば大丈夫ですよね。了解。隊長、この戦いに勝つ方法は一つです。歌劇団を二つに分けましょう。それしか方法はありません。地上には大型魔装騎兵が2体出現したから、その戦力差から考えてミカサ強襲部隊5名、地上部隊8名が妥当だ。うん、わかった。アイリス、頑張る。
了解しました。全員生きて戻ります。よし、決まったな。俺が最後の戦いになる。俺にもこの戦いの最後がどうなるかわからねえ。だがおめえたちなら、大神歌劇団ならやってくれると信じている。08260をもって作戦を発動する。大神、出撃命令を出せ。